時計メガネ、アクセサリー、リコードでございます。今回は、地元市の,あの室蘭民報の今朝の、まあ、記事なんですがあの、私どもの店舗の近くにあの、レーザー彫刻のイズムさんという会社がありまして、そのことの記事がちょっと出てましたので、それをちょっとご紹介したいと思います。イズムさんっ私の店舗から歩いてすぐのところですね。 ここにですね、あの、もともとそのレーザー彫刻の、あの、こういうものを作られてる会社でございますけど、今回はね、道内の動物、海洋生物を題材にしてですね、あの、木製のジグソーパズルを、あの、販売さてしてるということでございます。まあ、あの、この中にはですね、あの、まあ、動物、エゾシカとかでね、あと、キタキツネとか、まあ、そういう、まあ、海洋生物はそのね、ミンククジラやシャチカマイルカ、そういうのが、 なんか題材で描かれているそうでございます。難易度は少し高めで、あのー、ま、同社とね、いず、いずむさんと、あとはあの、道の駅みたらで販売してるということでございますね。非常にこう独創的な、あのー、こういう、非常にすごいアイデアだなと思いまして、私もこれね、ちょっとこういうのを見習って、なんとかね、あの、頑張っていきたいと思いますので、どうかですね、よろしくお願い申し上げます。